こんばんは、ロータマルックス。今日もこの企画やってまいります。マリオカート8デラックス 200cc ビッグブル視聴者ガチタイマン対決、今回第16回目のお相手をね、カクロ様とやってまいりたいと思います。この方をね、ここ最近1ヶ月ぐらいねフレンドになってくれた方でね、すごい早いお方で、今回のねタイマンもすごい楽しみなんで、よかったらね、最後も、皆さん激アツな戦い見ていってください。ということで早速ねレースの方どうぞ。さあ今日も 200cc ビッグブル視聴者タイマン第16回目になります。今回のお相手はですね、最近なかなか強いと僕の中で話題になってるカクロ様とやってまいります。もうね、見るからにニート名前からしてめちゃめちゃ速い方なので、こうご期待とよろしくお願いします。今回も相変わらず6レースでやってまいります。で、初手レースはね、お互い様カスタムが一緒で、ワルイージ G-Force リーフタイヤのカスタマイズで今回1列目ねお送りしてまいりたいと思いますけども、さあこのね一段ショートカット決めて、セクション3の次の2段ショートカットもね失敗しないように、じゃあジュゲムさんも見送っていて、前回はですねやらかしポイントが多数ありまして、まずねコントローラーの充電忘れすぎ問題ね、今回はしっかり充電してきましたので、おそらくその問題は解消されたんじゃないかなと思いますけど、さあ倉庫を喋ってるうちにセクション3ですね頑張って。さあカクロさんはね、先ほど練習4コースやったんですけど、その時の様子を見た感じだと失敗せずどのレースもね完璧に走りこなしてたので、おそらくこれは緊張から来ているものではないでしょうかね。さあルール説明をね次の2レース目でやってまいりますというところで、走りの調子はいかんせんよろしいですね。さあ余裕のサンドリも最後ねしっかり挟んで1位フィニッシュ、ありがとうございました。さあ今回はね、みんなありがとうーすというね、名前でみんなをねアピールして走っていきますけど、第2レース目セカンドレースやってまいりたいと思います。このね 200cc ビッグブルタイマー僕ぐらいしかやってないと思うんですよ、実況者で。意外とね好評で、いつも見てくれてありがとうございます、よろしくお願いします。さあ前回のね教訓から学べと、コメントがねあったんですけど、スタートだしね失敗してしまいました。このねタイマン企画のルール説明をさせていただきたいと思います。まずね参加できる方の条件としては誰でも OK です。ツイッターのアカウントを持っている方になっちゃうね、それ以外は、参加できませんので、そこはご了承ください。で僕のツイッターのリンクは概要欄からですね飛んでいただければ、DM を開放してあります。そちらから、参加したいですと一言ね、参加したいと、待ってこれ変態ショートカット決めてから喋っていきたいと思います。参加したいとね伝えていただければ全然ね、OK なので、初見さんとか初めてねこのタイマン企画を見て、参加したいという方いると思うんですよね。だから、概要欄からツイッター飛んでいただいて、ぜひぜひご応募お待ちしております。最近ね予約がなかなか埋まってて、なんかね都合が悪くて対戦できない方もいるんですけども、絶賛募集中なんで、もう柵の処理も完璧だよね、喋ってるんだけど。さあしっかりミニターボ貯めて、でその他 CPU なしで、アイテムコインもなしの1対1のガチの、タイマンになりますので、ぜひぜひねこのスリルを体験したい方は、Twitter までよろしくお願いします。待ってますんでね。サードレース、ここに来てキャラクターを変更しました。筋肉マッチョムキムキのゴリラで今回はタイマンやってまいりたいと思います。カクロさんは今回ですね、今までこのタイマン企画16人目になりますが、今回初めて空豆を使う強者がね来ました。よろしくお願いします。これ上乗っちゃったな。さあカクロさんとねタイマン今回第3レース目になりますと、で2レース目はねルール説明の方をさせていただきましたけども、いやショートカットしないのか、これはコーナーで差をつけろだね、まさにこれはそれはこねそマリオカートの歌い文句が今出ちゃいましたけども、さあ2段ショートカットも決めまして、さあルール説明の方ねさせていただきましたけども、どうやって参加すればいいのかと、で DM を僕のあるので概要欄から飛んでいただいて参加したいと、でいろいろねこうメッセージでやり取りするんだよね、日時とかそのやり方とか、だからTwitter の DM 慣れてる方もできればよろしくお願いしますということで、スリストでこれ撮りたい。おスリストを今ちょっと撮れてないかなと思ったんですけど、めちゃめちゃ接戦やばい、これどうする。しっかりスピンも挟みながら、これだね今度もコーナーで差をつけてスリスト取って、しっかりスーパーで貯めて、これ勝ったね、めちゃくちゃ熱かったじゃんドンキーくんよね、楽しめました。今回ね3連勝1位フィニッシュ、ありがとうございます。現在の結果は
ポイントでは9対3ということで、成績ではね3勝0敗になります。ここに来て半分が終わっての各路様とのレース頑張って参りたいと思います。スタートダッシュ今失敗したかと思いきやなんとか成功。お今度は、ピンクハゲのロイ様をね使ってくると。なるほどね、僕も空豆をねなんかチョイスしていきたいなと思います。まずはね G フォースで体勢を整えてから最後ねなんかねキャラクター、あーこれスピンちょっと怖いんで妥協しちゃいます。時には妥協大事なんで、よろしくお願いします。とよっカイト、あ、ちゃうわ、グライダー今ピンクでピーチパラソルの方ね使用してましたけど、僕はね今回紙飛行機とパラシュートをね固めていきたいなと思います。変態ニターショートカットでかなり差をついて、ちょっとブレーキを挟んで、これ多分重さで勝ったのかな、まあ、ちなみにロイとドンキーは大して重さ変わりません。というか1ミリも変わらないね、どちらも同じ階級なので、まあ、全然平等なんじゃないかなというところで、ロイって男と女どっちなんだろうね、ちょっと今ふと疑問に思ってしまいましたが、さあウルトラ貯めて、本来ねこれ骨クッパかワリオなんだよね。さあ今あー失敗したよもうちょっと悪い癖出ちゃったな、攻めすぎるね。まあこれはね別に面白く捉えてもらえたら嬉しい。まあ失敗するところねもうねみんなに見せて白熱していきたいというね意図がありますと。いやドンキーの頭こっつんこね。第5レース目初めてやられてしまいました。3勝1敗で頑張っていきます。なんかキャラクターめちゃめちゃイメチェンしてきますね。今回はまたまた初めてねこのタイマー企画に初登場、ゴールドマリオ通称金マリオを使って、僕はねそれに対抗すべく骨クッパー G フォースだね。で重さをね1個上げた分ですね、これ重さで勝った、あらぐか、重さをね1個下げた分、じゃあ上げた分タイヤをね重さ1個変えました。もうややこしいんですけど、スカイローラーの G フォースカスタムですね。でこれねあえて1位に出させて後ろからですねプレッシャーをかけて抜く作戦にね出ようかなと思いますけど、さあ変態ショートカット、ちょっとこれ低空飛行になっちゃったな。ウルトラ貯めて、でこの2段目も完璧だね。でしっかりこれちょっと壁にぶつかりそうになりながらも決める、骨クッパちゃんがかっこいいでございますけど、さあどうだろう、推定範囲は 20m ぐらいですかね。次のコーナーでしっかりね差をつけていきたいなと思います。さあ緑と赤のコンベアをしっかり区別して走り切ってスーパー貯めて、いやーこれ追いつかないかな、ちょっと悔しいな。さあスーパー早めに開放してくるんと回ってダッシュ番2連も決めて、次柵ちょっと、いやこれも妥協しますわ、また同じミスをしてしまうと視聴者様からね怒られちゃうで、ね、説教タイム入っちゃうんで、これはねしっかりね、妥協も大事ということで心得て2位フィニッシュ。いやーこれ次負けちゃうと同点に追いついてしまうんですよ。11対9、ファイナルレース、このレース負けてしまうと同点に追いつかれてしまい、ここで勝てば僕が勝ち逃げになりますと。よろしくお願いします。お互いキャラクターが一致しましたね。骨クッパで最後は空豆使っていきます。いやーコクロカクロさんの影響にね、影響されて、さあスーパーで解放して、ただねスピードが弱いんだよね、その分加速がちょっと強いというのがねメリットになるんじゃないかなと思いますけど、このタイマン企画を撮影する前に 200cc の動画をね1本撮ってきたんですよ。でそのね企画内容がサンドリねじれで無双するっていうね動画なんですけど、いや無印8をね思い出してすごい楽しかったですね。これでいやミスった、変態ショートカット、これいや間に合わないわ、こういう時はもう後を引いて抜かさせて、ただこれいやしっかりアップね、今落ちたと思った、なんだかんだ言ってショートカットするしない、そこまで差があまり開かなかったのは幸いなことですが、さあしっかりこれでダッシュマン踏みながら、でジャンプアクションこれ挟んだ方が入るんだよね。でコーナーで差をつけてスーパーで解放して、どうだろうこれ追いつく、さあこのスリスト、いやースリスト敗外だったね。でスーパーで解放してくるんと回って、この最後のショートカットでどうだ、いや空中で熱すぎた、やべえだと噛んだ、はあやらかしたよ、もうやらかしたよ最後のミリ単位のズレがダートで招いてしまいましたね。最後同点で終わった今回のカクロ様との 200cc ビッグブルータイマーでした。皆さんねお疲れ様でした。最後までね見てくれてありがとうございました。カクロさんもね、今回タイマーのご対戦誠に楽しかったです、ありがとうございました。いやー同点惜しかったな、これ悔しいな、まあ、時にはこういう悔しいねレース対決もあってもいいんじゃないかなと、ずっとね
あの圧勝するというより、まあでも圧勝するのもありなんですけど、こういう接戦したね、白熱したレースもねお届けできるっていうのもこのタイマンのね魅力の一つなんじゃないかなと思っております。いやー、角野さん、今回はね本当にこちらこそありがとうございました。こんな感じでね、僕はタイマン企画をずっとね毎週金曜日恒例化して行っておりますので、今見てるね初見さんいるでしょうね。初見さんの他にまだ参加できてない方とかいたらね、概要欄に貼り付けてありますツイッターのリンクから飛んでいただいて、 DM で参加したい、一緒に対マンしてくれと一言言ってくれればいつでも OK なので、ぜひぜひお気軽にご相談くださいませ。よろしくお願いします。今日も皆さん最後までご視聴ありがとうございました。まだ他にね過去動画たくさん動画上げてるんで、再生リストも載せておきます。ぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次の対マン動画でお会いしましょう。バイバイ。